毎朝6時チャンネルむっちゃ今日使える日本の歴史、毎朝皆さんとお会いできることを楽しみにしております。よろしく。こんにちは。第73世竹野内のスクレーン、竹内睦弘です。今日は5月18日です。五稜郭で、あの星型の五稜郭で、榎本武明が降伏した日です。1869、榎本武明降伏。榎本たちが降伏をしたとき、立ち上がった陸軍奉行、元新選組副長、司会土方歳三は、私は出陣すると言いました。榎本は、追いかけて、土方さんって行かないでくれって、私はあなたを殺したくはないって言ったんですが、俺は新選組だって、どうせ死刑になるって、死刑になるぐらいだったら、うじりずらって、そして、土方さんって行かないでくれって、榎本が言ったとき、土方は言いました。榎本さん、あんたいい人だって。いい人だって。最後にいい夢を見せてくれてありがとうって言ったんです。いい夢を見せてくれてありがとうって。実は、榎本政権は、イギリスとフランスから正式にデファクトと言って、正式な政権と認められています。新聞にも書かれてますから、日本は一旦二つに分かれてたんです。デファクトと認められたんで。そして、榎本さん、いいんだって、ありがとうって言って出て行ったんです。榎本は一旦自決しようと思ったんですが、みんなに止められて自決できなかったんです。で、逆に責任者がいなかったら降伏はできないんで、もう死ぬことはできないんです、榎本は。土方は新選組副長、池谷事件とかいろんなことで多くの人間を切って切りまくった男です。そして函館戦争でも、函館でも切って切りまくって前線全勝です、土方の部隊は。もう死ぬことは覚悟です。そして突っ込んでいった。そして、官軍の兵隊に、鉄砲隊に囲まれて、あなたは何ですかって言って。この時、土方は一応幕府から正式に内藤隼人って名前をもらってるんですが、陸軍奉行を内藤隼人って名乗ったらいいのに、もう土方はここで死のうと。心を決めて。俺は誰か新選組副長土方歳三だっつって突っ込んでいったんです。バーンともう何弾も弾撃たれて土方倒れてきました。土方歳三かっこいい男ですよ。肖像画を見てもハンサムです。西洋の軍服を着て刀を刺してました。フランス軍の人と仲が良かったですね。フランス軍の人からもらったんでしょう。フランス軍の人と仲が良かったです。まあ考えてみたら、最後の将軍の徳川慶喜もフランスのね、国王から軍服もらってるぐらいですから、フランス軍の人から軍服だって言って、これがって言って渡されてます。土方は最後それに刀を刺して刀を抜いて突っ込んでいったんです。天然理心流土方歳三ですね。新選組副長土方歳三だっつって突っ込んでいった。かっこいい最後だったと思います。男らしい。この土方歳三の死によってはっきり言えば江戸幕府は終わったと言えるんですよ。私はそう思っております。この日は5月18日は
他に木の貫きが没してます。946年です。土佐日記ですね。土佐日記、なぜ土佐日記を書いたかというと、娘の死について書きたかったんです。ところが最終回が結構逆になってしまいまして家を隣の家にね、管理を頼んでたら家がボロボロになってて、管理頼んでお金もあげてたのに、ボロボロになってて、こんなのってこんなゴムたいなって感じになったんですが、そんなことを言うなって聞こえる隣の家にって言って、なだめすかしたんですが、家の庭にあった木が枯れてるのを見て、木の貫きは娘を死んでしまったなと忍ぶ、そういう最後の、ものですね。土佐日記、あ、土佐の神として土佐高知に赴任してたんですよ。だから土佐というと坂本龍馬ですが、イメージ的には、木の貫之も土佐ですよ、イメージ的には。ではまた皆さん、明日もよろしく。